民生産業はかつて存在した日本の法人である。1935年に日本デーゼル工業として発足。その後1940年に金ヶ淵宝石の参加となり1942年に金ヶ淵デーゼル工業へ社名変更。そして1946年に金ヶ淵工業からグループ離脱した際に当社名へ変更した。九百五十年に 大型商用自動車製造会社の民生デーゼル工業を分社。同社はニストロークディーゼルエンジンとこれを搭載した車両を主力製品とする特徴ある企業だったが、母体企業の天変を経て日産自動車系列化に入った後の1960年に日産ディーゼル工業へ、さらにはボルボグループ入りした後2010年に UD トラックスへと解消。 2014年にボルボグループ、ジャパン UD トラックスと合併し、法人格が消滅した。本校では、民生デーゼル工業への分社移行の、同社によるニストロークディーゼルエンジン搭載車についても、合わせて記述する。富士産業製、富士号日本発のフレームレスリアエンジンバス。民生 KD2 型エンジンを、縦置き搭載する。国産初の冷凍車。 T80G やの特殊自動車工業製 FB-7 服を買うユニスサンディーゼル TC80G 型トラックサングレート消防車1965年式 UD-6 型ディーゼルエンジンの広告1955年 UD 型は2ストロークの利点を生かしリッターあたりの出力が 30PS 超級の軽量エンジンであった全機種共通で 内径 110mm 高低 130mm である。以降のバスは日産ディーゼル R、RA を参照。出展、ポピュラサイエンス日本語版、1954年7月号。ありがとうございます。